はい、こんにちは。今回はですね、前回ボリューム22の、10倍10点法ですね、3連単の、理論の検証というのではないのですが、攻略法としての根拠ですね、確率、その辺からの動画を、続編という形でアップしてみました。前回はアイデアノートからの作出ということで、その細かい部分の説明がなかったので、今回は、パート2ということで、作ってみました。それで早速なんですけど、画面がボートアドバイザーの、集計機能の中の協定データ分析。これ、過去の動画でも一度やったんですけど、この機能を利用して、検証してみたいと思います。でまず分析データ、3連単の 10倍10点法、いわゆる、倍率とオッズの出現率の関係を見てみたいと思います。これから見ていくのは、まず3連単の一番人気が無作為、要は、特に何の加工もなく、ただ3連単の一番人気なら何でも購入した場合の単純的中確率を見てみたいと思います。で、毎回おすすめのソフトで、紹介しているボートアドバイザーの分析機能を使います。これはもちろん、実践データからの結果をもとにした、いわゆる本物データです。これをですね、3連単の今回は人気ですね、順、3連単の人気時、別出現率、これですね、これを選択しまして、まずは、今年の2月から8月、ですね、約半年ほどの分析、してみたいと思います。はい、早いですね。でこれで出ましたね。まず3連単の末期間、2018年2月15日から2018年8月14日まで、6ヶ月ですか、約、の一番人気がどれぐらい出てるかっていうのが集計できました。的中率は 10.3%、 平均払い戻し金は734円、回収率 75.3%、 いわゆるこれでいくとどうなるかっていうと、一番人気を100円ずつもし買ったとしても的中率が 10.3% ですので、10回、コンマ以下を省略して10回に1回は来てるよと、10% ということは、10回で 100% ですね。でそのうち平均払い戻し金は734円ですか、回収率75%、同じことですけど、ということはもし100円使えば1000円投資して734円、実質はこれ損失ですね。この辺の、これをデータを見まして、前回はこれ無作為の一番人気ですね、出現頻度が10回に1回、ならば一番人気というのは1000円の配当もあるわけですね。ですので平均払い戻し金、734円とはなってますが、当然1000円を超えることもあるわけです。その中の10倍だけを狙っていこうとして思いついて作成したのが、前回ボリューム22の、10倍10回法なんです。こういう根拠をもとにやってるわけです。でこれでいくと、当然734円、一番人気だけ狙い続ければ当然低いのも入ってくるということで、利益にはつながらない。ただし、何回に1回は来るよということは大まかに分かったと思います。それでは分析データのですね、続いて払い戻し金の金額を見てみましょう。払い戻し金ですね、これで、これも参考データでちょっと見てみましょう。はい、これも6ヶ月間データ、このようにまた面白い結果が出るんですね。100円から990円の配当が、平均して705円、先ほどにもありましたけど、これが 17.9、 一番多いのが1000円から1990円、 23.4%、2000円から3000円はその 13%、 こういうのになってます。ですので、10回、10点10回、
10倍10回法ですか、ボリューム20、ちょうど美味しいところに含まれているわけですね、出現頻度も多いと。もう一回戻ってみましょう。で、先ほどの、分析です、これですね。で、まあ中にはこれ半年とかでこの的中率変わるんじゃないかって思う方もいると思うんで、じゃあ1年間で見てみましょう。2000、そうですね、2017年の8月1日からこれで実行してみます。はい、また出ました 10%、 ほとんど変わらないですね。なので三連単の一番人気、無作為の一番人気は何も考えずに一番人気を買ってれば10回に1回は来るよと。で、ただし平均払い戻し金は748円、回収率は 74.5%。 なので、ね、単純に一番人気を10回買ってたのでは約、これでいくと2250円になりますかね。100円ずつ10回だとの損失が出るよということで、それを回避するために先ほどの払い戻し金の分布図でも見ましたが、じゃあ的中率、いわゆる10倍のとこだけ、平均払い戻し金10倍のとこ、一番人気でだけを狙っていこうというふうにして、メモに残して、考えたのが前回発表した、10倍10回法なのです。でもちろんそのままじゃあ 10倍、1000円配当が1000円均等のとこだけをただ単に買い続ければ儲かるか、それほど甘くはありません。これは単純に出現率で10回に1回とはなってますが、この理論から言えば長く買えば買うほど一番人気を買い続けていれば的中率は 10% 前後に収束するので大きな損失はないのですが、利益として確実にプラス 10% 近くの上乗せをしたいと考えた場合に、当然払い戻し金1000円ですねのところを狙っていっても、いろんなパターンがあるわけですね。その近辺にたくさん2番人気3番人気がくっついている場合、もしくは返り率というんですが、1番人気が1000円、2番人気が1200円、300円ちょっと離れると、3番人気もちょっと離れる、その辺をちょっと調べてもらってですね、どのパターンの時に一番人気1000円というのが来やすいかというデータを取るわけです。そのようにして、さらに、一番人気1000円の中でも乖離率を考えて構築すれば、さらに的中率が上がり、当然10回に1回で来るであろう的中の中からその利益分、要は的中率を増やせると、考えたのがこの攻略法です。まあ、前回そこまで詳しく喋ってないので、ただ1000円、そうですね、10倍の配当のだけを狙っていこうみたいな、まあ、アイデアノートから作ったもので、その辺の細かい部分は喋りませんでしたが、実際はそのような、もちろん今喋った以外の工夫もたくさんあります。その辺に目をつけていって、まあ、他社もしくは、この辺までだったら、みんな考えて入ってくるんですけど、その一歩先を考えるということですね。その考え抜いた人だけが100を超える回収率を得られるという、そういう世界になっていると思います。ですので今、ちょっと、簡単ですが、この、10倍10回法の根拠となっている、的中率、出現率、あと払い、平均払い戻し金ですね、その辺を、ね、見てもらいました。もちろん例えばこのまま別に1000円にこだわらなくて一番人気700円近辺だけを狙っていこうとすると、10回でなくて7回法であれば平均払い戻し金は748円、800円ならば8回法、900円ならば9回、1000円なら10回、
1100円なら11回、1200円ならば12回、もちろん3連単一番人気のことですけど、そのように各自おのおのの攻略が立てられるわけです。あくまでもその平均払い戻し金とか、ですね、と的中率の兼ね合いで、で、まあ、前作ボリューム22で喋ったのは、まあ、キリがよく分かりやすい10回法、払い戻し金1000円、100円購入1点買いならば10回分ということで、分かりやすくシンプルに構築できるという意味で、作成してアップしてたわけです。まあ、前回のボリューム22、今回のボリューム23、この2つで、この攻略はワンセットということになりますね。今回はその攻略法の、いわゆる下地となっている理論的な、まあ検証ですね、こういう考え方があるからこの攻略法が成り立つんではないかという部分を、今回はアップしてみました。まあこれに基づいて、まあいろんなアイデアがまだ喋ることはあるんですけど、まあまた、いろんな面白いアイデアは、まあ、自作に喋るとしても、今まで、ボリューム23までいろんな動画をアップ してきましたが、どの動画も、目の付けどころは違うのですが、考え方は、まあ、要点は同じですね。まあ、確率的なことと、いわゆる、払い戻し金のバランスですね。あと点、購入点数。その辺をうまく、いわゆる資金をいかに、上手に使って、で、的中の網にかけていくかっていう部分は、どの攻略も一緒なので、各自、まあ、研究されている方もいると思うんですが、自分にこの今までボリューム1から喋ってきたものを参考にしてですね、自分に一番合った内容の攻略を、構築してもらうと、いいと思います。毎回喋っているのは絵に描いた餅ではなく、ちょっとそのままでは、まあ、攻略機能しなくてもですね、プラスアルファ部分をですね、自分で考えてもらうと、すぐに機能する、うん、すぐに機能するというのは利益が出るということですね。その辺が分かってもらえると思います。ですので、まあ、ちょっと話がまとめますと、今日はこの3連単の一番人気の、的中率、別の言葉で言うと出現率ですね、まあちょっと話は前後しますが、まあ、この分析データをどういうふうに見るかっていうの部分を詳しく説明すると、集計期間、例えば2017年8月1日から2018年8月14日までの1年間の一番人気、3連単、ここですね、3連単の一番人気のを買い続けた場合、船券数は 56,760組、そのうち、的中したのが 5,655 で、それを単純に割ると的中率は10、これを回数で言えば、10回に1回、いわゆる 10% を10回かけると 100% になるので、いわゆる10回に1回は的中しましたと。一番人気は3連単、その時の払い戻し金は748円、100円で10回買うと1000円になります。1000円に対して払い戻し金が748円で、実質は回収率は74、100に到達してませんよというのが、無作為の一番人気を買い続けた場合の考え方ということになります。ですので、さっきも同じことの繰り返しですが、では、的中を1回取ることができれば攻略法として成り立つわけです。果たして700円の配当を狙っていった場合、7回に1回、持ってこれるかっていうのは、的中率が 10% を考えるとちょっと厳しい、10回に1回の無作為の的中率ですから、そこで最低でも1000円、いわゆる10回に1回の枠に入る配当を狙って、やっていこうというのが、前回ボリューム22の10
10倍10回方なんです。ただし、1000円の配当の、ものだから必ず来るとかじゃなくて、先ほども説明しましたが、過去のデータ調べてもらって、乖離率、要は2番人気3番人気の、くっつき具合ですね。当然離れてれば1番人気が来る確率があるし、1番人気の近辺に、いわゆる 2番人気3番人気が、くっついてる状態ですと、まあ、まぐれの要素が大きくなってくる。その辺も加味してちょっと研究してもらって、的中率を上げていこうというのが今日の動画の、趣旨です。ですので、10倍10回法ですねを完成させるのは、いわゆる過去の、まあ、毎回そうなんですけど、データを検証してどのような時に10倍近辺の値が、的中が来やすいのか、要は2番人気3番人気、もちろんレースグレードもありますけどね、その辺も調べて、ある条件の時のみに、的中が、来やすいという分かった時点で、この攻略法の完成というんですかね、いわゆる安心してできるというシステムが出来上がるということだと思います。で、前回の動画でも言ってたんですけど、これは、締め切り1分前、なるべく近い方がいいですけど、で1番人気、かつ、その時の的中の倍率が10倍前後、かつさっきから喋っている、2番人気3番人気の乖離率の条件、もしくはレースグレードですね、その辺が条件に合ってるのかということで、合ったものだけを、買い続ける。もちろんこれ人でもできないことはないですが、これは自動投票ソフトを使って、プログラムで、どんどん追いかけていくということになると思います。この攻略法は、的中したらもうその的中の次のレースからまたそのエリア、次の的中に向けて走っていくよう、そうです、回数を重ねればその平均、的中率が、10% に近くなるという、性質の攻略法なので、そのような運用になると思います。で、何度も言いますが、攻略法というのは甘いものではないので、そのプラスアルファの条件ですね、まあ、10倍10回法なので1000円近辺の配当を10回狙っていく、まあ、1点100円が、基本ですね、まあ、その単位は、まあ後で、いかようにも変えられますけど、その次の、選出条件を考えるのがこの攻略法の鍵、何度も言いますが、大事な要素になると思います。十分に研究する価値があると思います。で、まあ、よくこの手の動画で悪い評価つけて、いる人が多いんですが、どちらにしてもこのアイデアプラス研究というのがついて回るんで、短期間なその思考でなくて、かなり深く考え込まないといけない部分もあるということで言っておきます。決して、まあ、偶然に、まあ、面白い攻略が見つかることもあるんですが、大概の場合は、やっぱり試行錯誤が重要になりますね。検証ですね、過去への検証、本当にそれで、一定期間ですね、長期期間それが通用するのかといった検証時間、期間が長くかかります。まあ、いずれにしてもですね、この基本アイデア部分を思いつくつかないっていう部分が結構大変な部分であって、その部分は、まあ、このチャンネルを見ていただければ、いろんな発想、そうですね、切り口のアップしているので、その次のステップ部分を、各自、考えていただくと、これは非常に面白い、まあ、いろんな職種の方がこれ見られていると思うんですけど、かなり面白い研究になります。ですので、大いにこのチャンネルを利用してもらってですね、立派な攻略を完成、させてほしいと思います。まあ、そういうわけでですね、今回、
10倍10点砲3連単の検証編、いわゆるちょっと、まあ、いわゆる考える根拠となった部分の動画をアップしてました。毎回ですが、気に入りましたらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。